今からジム行きます。今日はモニトレです。だいぶあったかなってきたな。アメリカはこんな感じで土地がアホみたいに広いです。駐車場もアホみたいに広い。ジムも家の裏とは言いつつも歩いたら5分以上かかるんで、アメリカの土地の広さを感じますね。友達とランチを食べに行きます。メキシコ料理食べに行ってきます。晩ご飯を買いに行きます。どうす。帰ってきました。今日はお弁当をせっかく作ったのにお家に忘れちゃったんです。悲しい。せっかく作ったのに。今から英検の勉強をぶっかましていきます。頑張ろう。一緒でいきます。今日のテーマはシュチニクリンです。シュチニクリンです。帰ってきました。ジム行ってきます。今日は一人です。かーしばし。テレビを譲ることになったので今からテレビを掃除しようと思います。綺麗に拭き上げますよ今から。おざっす。今からジムに行ってきます。帰ってきました。トイレに行きたい。おざす。仕事行ってきます。おざす。仕事に行ってきます。今日は金曜日。久しぶりに仕事をキリのいい感じで終えられたので気持ちいいです。気持ちいいってそんな意味ちゃいますね。そんな意味ちゃいますね。ジム行って勉強します。おざっす。勉強しに行きます。想像の14倍寒い。空気がうまい。空気うまい。空気うまい。